記者というですね、冠のついた賞をいただくことになりました。とても嬉しく思います。高峰武さん、甲斐壮一さん、牧口俊孝さん、ステージをお上がりください。牧口俊孝さんによる活動です。お三方は選挙日本記者クラブ賞特別賞を贈ります。2023年5月30日、公益社団法人日本記者クラブ。1983年の7月15日、日本で初めて確定死刑囚が無罪になって出てきた免田事件をその現場で取材した記者であります。私が読んだ資料の一つには、ナンバースリーとだけ打たれたですね、厚い10センチを超える束がありました。第1回の公判からですね、死刑判決に至るまでの公判調書の写し、それから証人調書の写しであります。全部が891ページありました。彼はそこで言葉を勉強していって、自分がどうして死刑になったのかということをですね、そうやって公判調書を写す中で、チェックっていうんでしょうかね、ずっとこうトレースしていったんだと思います。初めて34年間の死刑囚のですね、実相に触れた思いがしました。それで、3人で相談しまして、これは本を作るしかないねということで始まりました。そういう形で、資料集ができました。できたんですけども、これもまだまだこれから続くんだなと思ってるんです。